よし、東の高台の深穴で、ちょうどね、さっきね、カプセルも手に入れたからね、なんか光の。待って、敵じゃないよね。ね、なんか光のカプセル、これよ、ライト。そういう感じね。あ、まあ、見えるけど、めちゃくちゃいいやつってわけではないな。あっちがあれか。見づら。明かり花で照らしちゃった方が楽だな。ほら、こんな明るくなるからね。あ、また像があるね。あ、めっちゃ持ってるな、明かり花。とりあえずあそこは、やっちゃいたいけど、意外と遠いな。あ？どうなってんの、これ。ああ、なるほどね。ああ、正気が邪魔だな。あぶね！敵はあんまりいなかったけど。よいしょ。なんとかたどり着いた。宝くのね。あの黒い部分なんだろうな。おお。あ、こっちか。ここに祠あるか、ここにもあんじゃないか？光。おお、なんかすげえぞ。なんかすごくね。多分あっち側にも根があるはずだから、そっち側にも行こう。この茶色いのはなんだ？これか。なにこれ。え、ちょ、怖いな。敵っぽいな。敵っぽくね。敵っぽいな。なんだ？敵じゃないのか？いや、敵っぽいっすよね。敵じゃないんすかね。あ、敵じゃない。なんだこれ。なんだこれ、なんか。なんかありそうだけど何もないな。あ？あ？あ？え？竜来てる。中までも来んの？あれやろ、あの深穴から入ってきたんやろ。あ、そうだ！あ、深穴から入ってきたの見たんだよ、俺、地上でさ。深穴から入ってるっていうの。地底まで来んの？すごいな。でも今ちょっと何にもできないわ。さあ、根がね、地上の、こっちか。結構でもこれ上だな。こっち行って、あ、そうなってんのか。上か。ダメだ、届かねえ。いや、これ上？何にも見えなくてよくわかんないんだけど。あ、届いた。あ？あ、なんかあるな。飛んでいけるやつね。飛んでいく？これなんだ？何これ？え？武器みたいな感じ？何も反応しない。まあいいか、これでいくか。え？あ、ダメなの？あ、ダメ？なんで？もういいや。ああ、ここやん。ラスカマ。お、めっちゃ広がった。これまたなんかあるな、こっちに。ほら、なんかある。なにこれ？かかりこ、はい、こう。あれ？人いるん？そのエネルギー大結晶。うわ、なんかめっちゃもらえた。イーガダン手帳。この地の至るところで妙な塚が散見される。小山ほどのサイズでよじ登れないほどではない。塚？この塚。かつて、この地の開拓者が作ったものか、何らかの生物の痕跡なのか、正体は全く不明だ。ただ一つ、奇妙な特徴が共通している。塚の頂上に決まって武器が浮いているようなのだ。あれか。一体あれはどういうことか。気味が悪いが、どうもあの武器はきらめいているようにも見える。そうだね。今度近づいて確かめてみようか。甲賀様に栄光あれ。イーガダンのアジトなんの？イーガダンいないの？え？あれ？なんかある。なんかあるけど人もいる。絶対イーガダンや。こんなところにあるの？もう不思議だね。こいつイーガダンじゃないの？調査隊？一体どうやったらゴーレムを起動できるんだろう。それは僕が起動できますよ。知ってますよ。
まずはちょいと痛みつけて、その後ゆっくり話を。いや絶対そうじゃん、思ったよ。でも激弱なんだよな。何、何体いんの、めっちゃいる。ナイス。おお、待て待て待て、痛い痛い痛い。よいしょ、一瞬でしょ。あーバス、なんでやねん、今爆弾バナそんなところにあったの。でどこに爆弾バナあった。あれ、あ、精錬所ある。ちょうどね、俺なんかやりたかったんだよ。一匹よいしょ、オッケー、あと一匹。あー、いいね、二連オッケー。弱いね。あ、何、あ、手かざして起動させるゴーレムなんてあるんだ。お前じゃねえ、お前じゃねえ、キャンセルできないし、お前じゃねえよ。認証者を確認。ようこそいらっしゃいました、主様。ここはかつてゾナニウムが多く掘れ、精錬が盛んだった場所です。あなた様にお渡しすべきものがございますが、必要な手続きが済んでいないご様子、中央大廃校まで一度お越しください。中央大廃校、ここじゃないの。ここは、かかりこ廃校。中央大廃校っていうのがあるんだ、どっかに。中央あたりにあんのかな、知らんけど。精錬できるんじゃないこれ。ちょっと。これ認証システムなんだね、全部。精錬ゴーレムね。精錬してほしい。うわ、めっちゃ作ってくれた。ゾナエネルギーというよりはこっちかな。結晶がちょっと、結晶100個集めないと、あれでしょ。全部交換するよ。オッケー。結晶8個で、これはよくわかんないけど。あ、めっちゃ手に入る。あ、大きなゾナニウムだと、めっちゃもらえるってことか。これ、交換すると。これ100個集まったんじゃない？バッテリー作れるね。ついに。ついに、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 ついに。あれ？なんだこれ。うわぁ！すげえ。すげえもんがいっぱいある。けど今必要ないかな。うわ、これもなんかすごい。なにこれ？あ、操作盤あるじゃん。これはちょっと、使えそうだな。これは上か？デクポー、何それ。あ、大きいやつね。多めにもらえるってことね。デクポーがいっぱいいるのか、ここに。あ、デクポーがいっぱいいる。なんだこれ、なんか装置だったのかな。あ、大結晶もらえた。ベルトコンベヤー見たくなってんね、これね。あの上気になるんだよな。でもあれ普通に煙突になってるだけか。こんなもんかな。あっちにも根があるな。これなんだろう。おお、操作できる。すげえ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 。すごいけどなんか違う違う、そうじゃない、なんか違う。これ何、なんかこれ壊せそうだよね。炭鉱ってことだから、これで壊してたってことなんかな。これ使えそうだな。あ、いいね。これ操作盤ある意味だよな。違うけど。お前らも出てくんのか。しかも結構強いな。ナイス。こっちだな。いや、こっちなんだよな。いけないんだよな、こっち。とりあえず進むか。これ使いたいっすよ。うわー、ちょっと。ダメだ。どこ、ダメだ。使いどころをしっかり。あ、いける。いける場所はいけるんやな。根があそこか？高低差すごいよね。やばい。え、マジか。一瞬なら大丈夫なんだよね。そこの根の上に乗っちゃえば。え、ダメ？あ、これもダメ？あ、これもダメ？あ、すいません、すいません。この金もダメなのね。あ、すいません。めっちゃ奪われた。大丈夫だと思うやん、その木は。遠いんだよな、意外と。そう、あの根に行けば、正気は消されるんじゃなかったっけ。これ行けないようになってる、もしかして。うわ、行きづらいな、これ。こっちからこう回って。あ、待て。
あの根にだけたどり着いちゃえばとりあえず正気も戻せるはず。クンロモの根来ました。よし、こっちが広がったのか。あー戻った。よしよし。で俺こっち行こうとしてんだよね。あそこに根見えんじゃん。これ飛んでいけないかな。間違えた。なんかすごいことになっちゃった。これでいけないかな。乗れなかった。あ、出た。これね、謎のやつね。なんかこれ取っといた方がいい気がするんだよな。で、こう消えるじゃん。取って消していった方がいいんじゃねえかなって、なんとなく。混乱花よりも爆弾花が欲しいっすね。全然ないじゃん、爆弾花。意外と遠いな。しかも下なんだ、これ。あ、登れた。これは上行けるよね。うわっ、まあ先行くか。もうなんか結構高いなあそこ。あ、うわっ、あでもちょうど中間ポイント来た。ただなこれな、上に行き方が分かんなくて、ロケットがね壊れちゃうんすよね、乗っけると。もう俺取れちゃうんだよ、なんか知らんけど。操作盤ある。ロケットでな、上にブイヤーンっていければめちゃくちゃいいんだけど、なんか知らんけど取れちゃうんだよね。これいける？行った、行ったぞ。操作、ああ、なんで。最強でしょこれ。おお、めっちゃ飛ぶ。いいね。どこ行くんだっけ、どこ行くんだっけ。違う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 、多分違う。こっち行けてるこれ。そんな高いのここ。えぐいほど高いぞ。全然ダメじゃん。マジか。これ登れるのかな。あ、バネ使おう。こういう時のためのバネだろう。これで全然飛べない。むずくないこのゲーム。地底調査普通一番難しいよ。まだ上だな。あれ、俺がさっき見た根ってどこだったんだろうか。おお、どうなってんの、どうなってんの。ちょっと待って、あ、こうか。あ、一回ここ登れない。あ、死んだ。さよなら。どっから、こっから、どこ、ここ、え、めっちゃ前じゃない。よーく見て、なんか高いところが行こう。あ、来た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 、ここにあるじゃん。これよ、これ最強やぞ。めっちゃくっつけた。あ、いい。操作できてんのこれ。操作できてんのこれ。なんかわかんないけど操作できてんの。届かなくねこれ。グーテージなんでなんでやねん。ダメや、ダメだった。遠回りしていけばいけんのかなこれ。でも、あ、なんか道をよく見ていけばいけそうだな。ライネル、ちょっと待ってください。すいません、まあ今戦いたくないです、あなたとは。あ、もうやだやだ、もうやだって、やめて、もうもう無理だって、もうやだよ。来てるー。来ちゃった、ライネル。ここでライネルか。最悪なんだけど、ここでセーブしても大丈夫かな。ハート2しかねえんだって。しかもこれ地底で戦うの嫌なんだけど、マジで強すぎだって。いなくなってる。で、俺が向かう方向はどっちだっけ。ちょっとライネルとは出くわしたくないっすね。あれ、ライネルっぽいな。ちょっとこれ上行けないかな。行って、何、誰、お前も来てんの。ちょっともう忙しいって。もう無理だって。あ、もうすぐそこじゃない？こっちでしょ。あれが、もしかして、ライネル？
あー無理、やめて。もういいや、こいつは、こいつは無視して、根のところに行ければこっちのもんだもんな。正気ライネルはちょっと無視して、え、待って、ここ無理だ。こっち側から行かないとだ。バレたくない。バレたくないんです、すいません。ちょっとライネルにバレないようにこっちから行く。何にも見えない、ちょっと待って、わかる、大丈夫だよね。お前は倒す。よいしょ。やばい、回復もできないし、これはちょっと根に早く。どこね、あ、もうあそこじゃん。あ、いけるいける。ちょっと待てよ、これどうなってる。もう怖いよ、もう嫌なんだけど洞窟。どうなってる、ちょっと明かりつけながら行こう。うわー、ここマジですごいんだな。ここ下もなんかあるんかな。いや、これあれだな、もう根やっちゃえば明るくなるんだもんね。背よしえの根、これやっちゃえば明るくなるから。うわー、めっちゃ広がった。あー、ほんと、なんか深くなってんね、下めっちゃ。あー、やっと。これで回復できる。もう明るくなったんじゃない？うーわ。地下深いけどさ、別に何かがあるってわけじゃないんでしょ？あ、でもここだな。ちょっと待って。この下？×印。これ双子山のところなんだ。どこだ？もうちょいこっちか。なるべく上から行った方がいいから。あ、もうこの下かな。ちょっと待ってよ。光が欲しいよね。え？うわ、めっちゃ下じゃん。この下に根あんのか。あ、あるかも。あ？あれ？なんもねえじゃん。やばい。まあいいや、もう行っちゃおう。めっちゃ深い。なんか光ってんな。ちょっとそっち行こうかな、とりあえず。これ投げられないのか。待って、まずい。危ねえ。そこ光ってるとこ行きたい。お？なんか BGM 変わったぞ。とりあえずなんかこの明かりが、敵か。何がある？武器は別にね、もう結構ある、持ってるからね、スクラビルドすれば作れるんだよね。爆弾花欲しいけど、爆弾花持ってるわけじゃないもんね。あ、なんか作るポイントあるね。あれ？ここさっき行った場所か？また別の場所か？わかんねえけど、これ今、必要ないな。そっち行かなきゃだから。どうなってんのこれ、マジで。わけわかんめ。あ、双子。なんで死んでんの？ちょっと。双子谷？双子谷の採掘場。双子山の下にこんな採掘場なんて。あ、さっきと一緒だな。採掘場だ。言ってたやつだ、採掘場って。これか、宝箱。あったあったあった、×印、見つけました。さあ、何が入ってる？これは装備なんじゃないか、また。そうだよね。お、始まりの勇者服。これあれだ、リンク。初期リンクの格好のやつ。装備入ってんだな、こういう風に。へえ。あ、てかこれ発光のやつあるじゃん。発光のやつ着ていこうよ。そんな明るくないんだけどね。ここもでもさ、なんかまた中央の採掘場に行けって言われたんだよね。だから何もできないんじゃねえかなって思ってるんだけど。どうなんだろうか。あー、でもめっちゃあれがある。ゾナニウムとか。鉱石はめっちゃあるだろうね。うわ、めっちゃ。え、なにこれ？めっちゃ地下深いけど。おー、めっちゃあるね。うわ。これめっちゃ手に入るやつじゃない。おー、すごい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 。採掘用のやつが欲しいな。これ全然ダメだな。え、全然ダメだ。ちょっとなんか作ってこないとだ、これ。え、で、それだけ？あれ？ここはゴーレムいないんだ。ちょっとな、これもったいないよな、使うの。でもこれで、ハンマーだからこれでやるしかないんかな。石のやつ作ってこないとだね、武器をいっぱい。うわ、これすぐでも壊せる。あ、でもそんなに手に入らねえな、これ。めっちゃあるって思っても、これ1個ずつしか出てこねえな。そうかそうか。あ、でもこっちもなんか、どうなってんのこれ。いけんのそっち。あ、なんか穴開いてんね。あるじゃん、あるじゃん、これ。そう、これ、こういうの、こういうの。こうだ。これがいい。よいしょ。あれ？特に何かがあるってわけじゃない。あ、これ上行けってことか。おお、行ける。そんなポイントあるんや。よいしょ。あ、ちゃんとこれ登れるようになってんだな。こうやって。あれ？あ、ほら、いけるいけるいける。ここは、
どこ行けばいいのこれ。え、ここ行き止まり？でもさっきまで上に行けそうな場所、道あったんだけどな。崖すぎて無理なんだよな。うわ、だ高すぎじゃん。だってこれ高すぎくんだよ。爆弾まだめっちゃある。やった。あれ、さっきの場所だなここ。無理じゃんこれ。これなんなんこれ、双子山の山ってこと？何これ、ハート1でやってんの俺これ。あー、こっちっぽい。なんだあれ、怖い。あー、なんかいけそう。危ない。あ、なんかいけそうじゃね、なんとなく。あ、いけるね。やっと抜けたか、この谷。こう煙だけってさ、俺使ったことないんだけどさ、ちょっとやってみよう。どうなの。あー、なんか微妙。使えんのかこれ。まずい。一発で死ぬんだよ僕はもう。オッケー、とりあえず根を探したい。まだマップ見た感じまだだな。これどうなってんのこれ、もう本当にまだ深い。なんだこれ、どこ行けばいいのこれ。あ、抜けたっぽいな。うわー、マジで嫌だったな、そこマジで。抜けたのかこれ、抜けたっぽいよね。ちょっとちょっと開けたもんね。ちょ待って、無理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 。あつ、あれこれどっからなってる。ちょ待って、結構戻されてるっぽくね。あ、なんかここ穴開いてんね。あ、ここかさっき見た場所。何ここ、何ここ。特に何にもないけど、上登れるわけじゃないもんね。ただの穴か。とりあえず根探したい。もうそろそろもうマップが生きたから根来るんじゃないかこれ。マジで厄介だったな。すげえ谷だったし、上登っても登ってもさ全然前に進めないっていう。もう一生行きたくないんだけど。そろそろ根が来てもいいんだけどね。あ、これこっち、あ、ここにつ、ナズミカの根の方に行くんだこれ。これさ、矢につけてさ、やればいいのか。そしたら結構遠くに行くんかな。あ、そうだ、割と遠くに行ける。ん、高くね、またあれ上か。でも多分この辺にあるはずなんだよな、根が。もうそろそろ光はあるんだよね。あれか、あ、違うな。なんだよ紛らわしいな。根の明かりが見えないぞ。こっち行かなきゃいけないのか。ボスボコブリン、あ、違う、あれだ、なんか食べてくるやつだ。これはちょっと回収しといて。え、なんか強いの持ってない？錆びてないし。お、兵士の両手剣、やった、ナイスナイス。誰だかわからない人。根がないんですけど、どこですか今これ。こっちでいいんかな。根がないんだよな。俺こっちから来たんじゃないの。だってそうじゃん、これあれじゃね、ここにワープしてさ、こっちからなんか進んだ方がいい気がする。なんか道がもうなんか繋がってないんじゃないのこれ。さあ、ということで、戻ってきたぞ。戻ってきたぞっていうか、こいつら復活してんのかい。ちょっと待て、こいつら復活してんのかい。いや、無理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 。もういいです。もういいです。もう戦いたくないです、僕は。もう。ちょっと、これ、登ろう。しかも夜だし。最悪。景色が全然見えない。ちょっとね、どこ行こう。どこ行こう。そうそう、俺さ、始まりの大地の方に行きたいのよ。飛んでいこう、とりあえず。もうね、なんか、ずっとね、閉鎖空間にいた気分。もうダメだな。ずっと地底にいるの良くないですね。適度に、上空に行きましょう。これはもう良くないです。マジで気分最悪なんで今。地面落ちるか。一回朝にしたいな。明るい！わあ！いいね、これよ！これ、これぞゼルダ、ティアキンよ。俺が、今やってたやつは何だったんだ。マジ地底良くない。もう地底行きたくない。地底はあれだね、なんだろう。ずっと探索するっていうよりは、なんかちょくちょく行くっていうのと、あとワープして行った方がいいな、あれ。ガンガンワープして行った方がいいですね。ここあれじゃん。うわ、すげえ、なんも変わってない、ここ。ここの景色はマジそのまんまだ。ブレワイそのまんまの景色だ。ここなんかある？いやー、でも明るいのいいな、やっぱり。地上の方がやっぱり好きですね。まあ、そりゃそうか。それはみんなそうか。どうなってんのこれ。なんかあるね。なんかあるけど、あ、なんだあれ。海の中に沈んでる？
すげえ、水めっちゃ透き通ってる。お、クジタ千年樹。押しちゃいけばいいのかな。発見、クジタ千年樹の洞窟。洞窟になってんの？何これ。え、水の中じゃ、あれ、すげえ。うわ、なんかめっちゃ素材、明かりだけか。明かりだけもそんな必要ないからな。こいつ倒す。やばい、チャスチャス、もぐもぐしないで、もぐもぐしないで、もぐもぐしないで、危ない。 OK で、こいつ宝箱落とすんだよな。もういいね、汗汗ガーン。宝箱に入れるものじゃないんですけど。これまた暗い場所じゃん、でもこれ。で、何これ、どこ行けばいいの、どこに繋がって、こっち。なんか他にも、あ、いるじゃん、いるじゃん。あれやりたいね。主いるね。主ね、これ、気持ち悪いんだよな、結構。前の落とし物ね。よし。うわ、なんだこれ。なんだ上、そこが今中間。よいしょ。あー、大丈夫、大丈夫ですか、こっちね。こんな千年樹の木とか言っといて。主がいただけなのかな。もうこれだって戻っちゃうもんね、これね。多分ここ出口じゃね。ん、終わりだな。え、あるある、あー、あった、宝箱や。これ何なんだろうね、祀られてるんだよな、このなんか神社みたいなさ。あ、これあれだ、すげえ、そうだ、いい武器入って、武器っていうか装備が入ってたんだよな、前。なんだろう、あー、鬼人ブーツって読むのかな。月が落ちてくる世界の勇者が持っていたブーツ、身につけると鬼人のごとき力が湧いてくる。何、なんかそんな月の世界みたいな、そんな、もしかして月まで行くんですか。え、地上、空、地底行って、今度月、もうさ、何でもありになっちゃうけど。そこまで行くと、これはもう何もないか、これがあれだろうな、多分ここでゴールだろうな。戻ろう。あ、こっちに戻っていくのか。いやー、なんか他にはなんかないのかなー。あ、いるわ。いたわ。あ、なにこれ、行くのかな、よいしょ。あー、そういうことね。なんか埋まってない？もうなんか埋まってるね、家が。この感じ、なんか土砂がさ、こう、そっちの方から土砂がこう流れてきて、この家埋まっちゃったみたいな感じ？あ、そうで、水の中にもさ、ほら、家とかあるんだよね。すげえ、なんか歴史が見れるね、ここね。ちゃんとね、こういうのね、ゼルダね、ちゃんと意味があるんですよね、これ。ちゃんと。適当に作ってないのがすごいんだけどさ、ニンテンドーのすごいところなんだけど。ちゃんとこういうのもさ、なんかストーリーがあるんだよね。これ水抜くとかないよね。え、水抜くとかある、これ。なんかしたら水抜けますみたいな、あの千年樹の中のってこと。また雨降ってきた、最悪。もう雨嫌なんだけど、やめてほしい雨。